サウンドロケッツ TV 浩司隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、私のプレイリストといいますかですね、お気に入りの曲を何曲かご紹介していこうかななんて思っているんですけれども、昔からねよく聴いている曲なんだけど、ちょっとアルバムの中でこの曲とこの曲だけいいんだよなみたいなないですか皆さんね。そういう中でこう昔よくやったあのテープね、カセットテープに好きな曲だけこう順番にいろんなの入れていくっていうあのパターンをね、今日はこの皆様に、俺だったらこういうテープ作っちゃうなっていうのも、そうですね、片面何分テープくらいですかね、これ5曲だから短いけど、それの A 面みたいな感じでちょっと今日はご紹介しようかなと思っております。1曲目はですね、バウアウの In My Image でございます。バウアウの In My Image ご存知ですか？私も大好きでございまして、YouTube でですね、In My Image と検索して何回もいろんなパターンのライブとか見ちゃうみたいな、そのぐらい好きなんでございますけれども、1982年のですね、8枚目のアルバムになっているということですが、アジアンボルケーノというアルバムの2曲目だったかな、In My Image入っておりまして、初めて見たのはね、確かバウアウさんがですね、レディングだっけな、なんか海外のイベントに出て、最初こうヤジとか飛んでくるんだけど、曲が始まってだんだん客が乗ってきちゃったっていう、あのライブのね、確かそれの1曲目に In My Image だったかななんて思うんですけど、めちゃめちゃかっこいいじゃねえかこれみたいな感じで、当時ですね、高校俺1年生だったと思うんですけど、まだねジャパメタの、創世期といいますかね、いろんなバンドが出始めた頃で、ラウドネスとか、バウアウ、あと 5X とかね、あと子供バンドとかも当時はね、一緒にイベントとかコンサートっていうんですかね、ライブ見たりしましたけれども、一緒に出てたりなんかしたんでね。あとですね、高校生の時に千葉のねダンシングマザーズというライブハウスでですね、ライブをやった時に対バンがカスバだったんですけれども、俺たちはアイアンメイデンとかマイケル・シェンカーのコピーで出たんですよ確か。でカスバはね、他の曲覚えないけどね、In My Imageをやってたのすごい覚えてるんだよね、コピーで。カスバイコール In My Imageみたいなね、変な俺はちょっと印象があるんですけれども、もちろんねカスバにはロシアンルーレットも俺大好きなんですけど、かっこいい曲いっぱいあるんですけど、なんかカスバっていうと In My Imageがイコールになっちゃうんだよな俺、なんとなくね。ガキの時に見たからかもしんないけど、とにかくスピード感のあるこの曲でですね、本当に、あとイントロも超かっこいいし、もし聞いたことがないなんていう方はですね、バウアウ In My Imageで死ぬほど出てきますんで、 YouTube で見ていただけたらなと思います。2曲目はですね、シルバースターズのぶち殺せでございます。 SNS とかで今日はこれ聞いて気分上げてますみたいなこと書いてますけど、そのぐらいこの曲かっこよくってですね、歌詞もそうなんだけど曲調が超いいんだよねこれで。シルバースターズって最初はなんか全員覆面かぶってて、それこそさっきね1曲目の時に言いましたけど、バウアウの皆さんがそれなんじゃねえかっていう噂が立ったりとか、俺本当のところ知らないんですけど、なんかそんなことをなんかガキの頃雑誌で見てふーんとか思ったんですよ。でセカンドのレイプノイズっていうアルバムが出て、で皆さん顔出しとかされてて、それで初めて見て、多分違うメンバーなのかなと思うんですけども、すげえかっこよくってね、ロックンロールとかパンクとかそっち寄りなのかな、ジャパメタとはちょっとまた違うのかもしんないですけど、俺今でも聞いてますし、普通にAmazon Musicでダウンロードして、下手したら毎朝聞いちゃうぐらいの、気分が上がる曲なんで、ただねこれはねぶち殺せのこう実際に演奏してるような映像とか YouTube ではちょっと見当たらなかったんですよね。曲自体は聴けると思うので、誰かさんがアップしてるんで、ぜひ聴いてみてください。なかなか歌詞が過激で、超かっこいいです。3曲目はですね、バーストシティ、爆裂都市のですね、セルナンバー8という曲でございます。皆様これご存知ですか、このバーストシティっていう映画。むちゃくちゃかっこいいんですけれども、実はですね私サウンドロケッツ TV 用に、ツイッターのアカウントを作った時に、確か最初か2番目ぐらいにこのツイートをしてるんですよね、超かっこいいっつってね、
してるんですけど、まあ、この映画の中でバトルロッカーズって言って俳優の陣内さんとかがねボーカルで出てくるんですけど、でこのセルナンバー8っていうのはすごいこの映画の中で結構何回か流れるんで、まあ、覚えちゃったんですけど、まあ、そもそもなんでこの映画を見たかというとですね、一番最初は、まあ、こちらの動画、はい、きょうちゃんとね一緒にバンドやってた時に、まあ、きょうちゃん家によく泊まりに行ってたんですけど、まあ、きょうちゃんが大好きでこのバーストシティの映画がね、で一緒に見ようよっつってね、何度見たか覚えてないぐらい見ましたね。見てゲラゲラ笑うような映画じゃないんですけど、まあ、かっこいいんですよね。こう世界観っていうかね、雰囲気っていうかね、そういうのがすごいかっこよくって、でその中で、まあ、やっぱりその当時きょうちゃんとやろうと思った時っていうのは、まあ、ジャパメタっていうよりもどっちかっていうと、まあ、ロックンロールだったりとかちょっとパンク寄りというか、そっちに自分も傾倒してた時期だったんで、余計にそういう曲というかね、音楽がかっこよく聞こえてたんですけれども、行くたんびに見るって見てたかもしれない、もしかするときょうちゃんと、うん、そのぐらい見てましたね。下手したらきょうちゃん弟いて、弟くんすごいいい子なんですけど、弟くんも一緒になんかこう一緒に見ようよなんつって、3人で見たりとかもした記憶でございますね。はい、本当によく見てね、言ったら全然ジャパメタじゃないんですよこの曲はね、なんですけれども、まあ、これもねAmazon Musicでダウンロードして曲聴いてます。他にもねかっこいい曲いっぱいあるんですけど、はい、でねこれはね YouTube で探したら、まあ、それ自体を演奏してるというよりは、まあ、映画のシーンが流れながら、まあ、セルナンバー8が流れるとかそんな感じのね、動画を見つけたりしたんですけど、うん、すごいかっこいいんで、そういうのにもし興味がある方は見ていただけたらなと思います。4曲目はですね、スナイパーのオープンジアタックでございます。いやーもうこれはもうゴリッゴリのジャパメタですよね。むちゃくちゃかっこいいっすこれ。これもですね、まあ、YouTube とかで見つけてよく見てるんですけど、俺まあ、当時のこうライブハウスの雰囲気というかこう会場の熱気というかね、うん、そういうのがもう本当によくわかるというか伝わるというか、でもう当然古い映像なんで、まあ、画質も荒いんですよ。だからさらになんかそれがこういい雰囲気になってこうかっこよく見えるっていうかな、うん、そんな感じなんですけれども、まあ、曲自体はもう本当にもう取れ立っちゃうぐらい俺、うん、うわ来たぜジャパメターみたいな、このイントロからね、まあ、歌のメロも全部、うん、超かっこいい。あとねバーニーさんがねうますぎるっていうね、これも事件ですよここまで来ると。はい、まあ、実際に私まあ、対バンもさせていただいたこともないですし、まあ、ライブもちょっと拝見したことはないんですが、まあ本当いい時代ですよね。 YouTube でもうペロッと見れちゃうんですから、ペロッとってことはないか、うん、見れちゃうんでとってもいい時代だなと思うんですけど、まあ、このビデオを見てね曲を聴いて思うのは、まあ、自分が演奏する側の気持ちだったりとか、あるいはまあ俺が、マグナム見に行った時のこうガキの頃のね高校生の時の始まるライブが始まるっていう興奮してる気持ちとか ね、そういうのがすごい思い出されて、どっちもこう味わえるビデオっていうかな、まあ、曲っていうかね、うん、そんな感じに思ったんで、まあ、ここにちょっと上げてみたんですけれども、まあ、スナイパーさんね有名なんで、まあ、皆様、見てるかと思いますけれども、もし見たことないなって方いらっしゃいましたらですね、ぜひご覧になっていただければなと思います。最後5曲目はですね、サブラベルズのメタルサーベルでございます。これはですね1985年に4曲入りのミニアルバムドッグファイトを、まあ、俺買ったんですけどその当時ね、はい、それに入ってる曲でございまして、まあ、曲自体はしてたんですけど、まあ、先ほどのスナイパーさん同様ですね、サブラベルズさんも俺音源はその当時たくさん聞いてましたけど、ライブに1回も行ったことなかったんですよ。鹿鳴館でオールナイトメタルパーティーの時とかに後半だけ見たとかちょこっとはあるんですけど、まあ、前編でライブって見たことなかったし、まあ、そこまで詳しいと言えるほどのもんではなかったんですけど、まあ、これもね YouTube で見つけたんですけど、まあ、ある意味初めてと言っていいぐらいこう近くで見れるというかね、そういうライブの映像を見たんですけど、まあかっこいいのなんのってあなた、特にキイチさんが超かっこいいっすね。キイチさんはねまあ、それも鹿鳴館なんですけど、
リハも終わってってもう本番直前に遅れて岸さんが来たっていう姿だけ見たことあります、一回だけ、うん、なんか何かで忙しくて来れなくてリハが来れなくてっていうのをだからあぶっつけてやるんだへーみたいな、それをすげえ覚えてるんだよな。まあ多分俺17、8ぐらいだったのかなその時は。まあこの曲もですね本当にまあ、ゴリゴリと言っていいほどの、まあ、ジャパメタなんですけれども、もうなんか突き刺さっちゃうんだよねこういうの。本当に昔懐かしいなとかそういうんじゃないの、もうこう血がなんていうの騒ぐっていうんですかね、俺の若い頃のこう感じてた感情とかね、そういうのがこうガーッときちゃう。まあそれはアンセムさんとかもそうなんですけど、でやっぱその当時にこう俺がこう情熱を捧げていたというかね、その時代の曲っていうのはやっぱ熱いし、自分の中でこのビデオを見つけた時もですね、もう一人でこうもう繰り返し見ちゃったよね、酒飲みながら楽しすぎんなこれっつって。まあ一曲目の今イメージのと何回も何回もいろんなの 見たりとかねよくやっちゃうんですけど、まあそんなような感じでですね、まあ、この曲も本当にまあ80年代のね、このジャパメタをこう突き進んでいたというかね、まあ代表的な曲なんで、まあ当然ねこのチャンネルをご覧の皆様はご存知かと思うんですけどもね、まあそういうまたツアーといいますか YouTube ツアーやると楽しいと思うんで、皆様も、ぜひねこの曲もご覧になっていただければなと思います。まあね先ほどから言ってますけれども、まあ、こういう時代になってね、まあ、YouTube で昔のライブ動画とか、昔聴いてた曲をこう Amazon Music でなんかアルバム買うまではいかねえんだけどでも Amazon Music 金払ってるからダウンロードできるじゃんみたいなね、なんかすげえいい時代だなと思って、いるわけでございますけれども、特にやっぱりさっきも言いましたけど、まあ本当にね10代20代前半までに聴き漁っていた音楽っていうのはねやっぱ本当に熱くなるし、なかなか今って手に入れるのって難しいと思うんですね。ましてやライブなんてね、どうやってその人のライブ見りゃいいんだよっていう、ね、ビデオデッキ一応持ってますけど俺ビデオデッキのビデオがなきゃ見れないんだからさ、まあそれをね、まあ、簡単にって言い方も変だけど YouTube で見れるようになったっていうのはねすごくいい時代になったなと思うし、まあ、俺もこちらの動画、はい、自分のねライブ動画とかね、昔のですよ若い頃の動画アップしたりしておりますが、まあ、今後もやっぱそういうのをいっぱいこういろいろ探して見て、まあ、80年代ねそればっかりじゃちょっとあれですけれども、まあ、ジャパネタの動画とかいろいろあったらまた紹介できたらななんて思うし、まあ勝手に俺一人で盛り上がって酒飲んでわーとかってなってるかもしれませんけれども、またお付き合いいただければなと思います。本日は以上でございます。面白かったなとかまた見てもいいよという方はですねチャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。それではまたね。